こんにちはススタイリストの大山俊です今回はですね、珍しく無印良品であるアイテムを買ってきましたので、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。まあ、僕の動画の中ではよく出てくるブランドとしては、 ユニクロ、そして GU、あとはグローバルワーク、このあたりが多くて、その次ですね、価格帯が上がると、グリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、あとはエディフィスですとか、まあ、このあたりのブランドまでを網羅することが多いんですが、まあ、その中でもですね、無重視良品というのは、価格としては結構ユニクロと近くて、なおかつベーシックなものが多いんですが、 そこまで取り扱うことが多くないんですね。まあ、以前にもですね、動画何本か無印に関してはお伝えしてるんですが、まあ、無印の中でおすすめのアイテム5000ということで、服ではなくて割とですね、ファッション系の小物ですね。まあ、そういったものをご紹介することはあったんですが、まあ、単品のアイテムでご紹介することはなかったんですね。 ところが今回はですね、このアイテムはぜひ皆さんにご紹介したいなというものが見つかったので持ってきたわけなんですけども、まあ早速もったいぶらずにですね、どんなアイテムか皆さんにお見せしたいなというふうに思っています。今回ですね、いいなぁと思って購入したのは、 こちらのですね、ニットになりますね。商品名なんですけども、軽くて型崩れしにくいクルーネックワイドセーターというものですね。こちらの色に関してはモカブラウンを購入しました。 これがですね、非常に着てみたところバランスが良かったんですね。まあ、無印良品というのは先ほどもちょっと触れましたが、ベーシックなお洋服作りが得意なブランドなんですね。その点ではユニクロと近い立ち位置ではあるんですが、やはりですね、ユニクロの方が最近はベーシックではあるんだけども、トレンド感のあるものが多くて、やっぱりですね、個人的にはこちらの方が使いやすいなという印象が強かったんですね。まあ、一方で、無印良品はよく足を運ぶんですが、まあイン いいんだけども、これだったらユニクロで買った方がいいかなというような二択に迫られるとユニクロに負けてしまうことが少なくないんですね。ですので僕もですね、なかなかご紹介することができなかったんですが、まあ、今回のニットはですね、これはユニクロにはない感じだったので、個人的にはおすすめなのかなというふうに思っています。 とは言ってもですね、強敵ユニクロのニットもですね、めちゃくちゃ良くて、まあ僕の動画の中でもですね、ご紹介したニットは今シーズン2つありまして、まず1つがですね、こちらのミラノリブのニットですね。 これもね、めちゃくちゃ風合いが良くて、個人的には大満足のアイテムなんですね。皆さんにも動画でご紹介してるんですが、あともう一つですね、こちらは今季のユニクロ U のモックネックのセーターですね。これまたですね、中肉厚で使いやすいんですね。僕はいずれにしてもですね、ニットを切るときには、 厚みに注意をするようにしてまして、ニットといってもですね、かなり薄くて、ロンティー感覚で着れるようなものもあるんですね。まあ、いわゆるハイゲージニットと呼ばれるものなんですが、そういったものもいいんですけども、割とタイトめな雰囲気のものが多いので、僕はこういったものではなくて、割とですね、中肉厚、ハイゲージよりも少しですね、厚みのあるものを着て、まあ、場合によってはこれをですね、ジャケットのインに着ることもありますが、基本的には1枚で着るか、上にアウターを着るか、 みたいな形で使うこ,とが多いんです、ね、この中肉厚のニット両方とも傑作かなと思っていまして素材の質感がですねめちゃくちゃいいんですね ただですね、このニットにはない魅力が今回購入した無印良品のニットにはあるので、まあ皆さんにご紹介したいなというふうに思ってるんですが、まずはですね、軽いんですよね。めちゃくちゃ軽いんですよ。ニットってハイゲージだとそこまで重みがないんですが、中肉厚ぐらいになってくると結構ですね、ものによってはズシッとした重みがあるんですが、これはね、あのびっくりするぐらい軽いんですね。まあそういった点で着ていて楽というところもあります。あとはですね、無印良品のアイテムって、 基本的にはですね、ベーシックなものが多かったりするので、まあサイズに関しても割とオーソドックスなものが多いんですが、こちらはですね、ちょっと肩が落ちていて、今っぽいですね、シルエットになってるんですね。まあ、この後実際に着てみたいなと思ってるんですが、割とそのバランスが良かったので、このニットは購入してすごく良かったかなというふうに思っています。で、こちらのニットなんですけども、メンズの商品というわけではなくて、無重視料品の中には男女兼用で使えるようなラインがありまして、 こちらはですね、ユニセックスのモデルになってるんですね。まあ、サイズに関しては S から M というところで、ちょうどですね、僕の体型にはこちらのサイズがぴったりとくるわけなんですが、なかなかですね、フィット感良かったので、まあ、僕の場合はですね、これ僕だけではなくて、妻とも兼用できるんじゃないかなと思っているので、まあ、非常に気に入ってるんですが、まあ、なかなか着てみないとイメージが湧きにくいかなと思うので、この後ですね、実際に着て皆さんに改めてレビューをしてみたいなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に来てみました。どうでしょうか なかなかですね、バランスのいい仕上がりかなというふうに思ってます。僕が今着てるサイズはですね、S から M という形になってまして、まあ、ユニセックスのサイズはですね、こういった表記になっているんですけども、サイズ感ちょうど良かったかなと思っています。まあ、着丈を見てもらうとですね、長すぎず短すぎずのジャストなバランスで、あとはですね、身幅も少しゆとりがありますね。肩もですね、ラインがこのあたりに来ているので、ちょっと落ち気味なのがわかるかなと思います。無、まあ、というと ベーシックなアイテムが多い印象ですが、こちらはややトレンド感というところを取り入れたようなアイテムで、まあ男性が来ても女性が来ても様になるような一枚に仕上がってるかなというふうに思っています。で、表面はですね、あぜあみになっていまして、縦にですね、ラインが8両になっていまして、そのあたりもですね、ちょっと表面の凹凸感というところのおかげで、退屈に見えすぎないというところもバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、結構ですね、地味ではあるんですが、気に入ってるポイントがいくつか ってまずはですね、首周りのフィット感。ここもですね、結構重要だと思ってまして、ニットによってはですね、この襟が大きく開いてしまうものがあったりするんですが、そうするとですね、だらしなく見えるんですね。僕はそれが好きではないので、割とですね、首元が締まってるものの方が、 個人的には好きなんですが、この首元の雰囲気もすごくいいかなと思います。あとはですね、この首元のリブの感じとかですね、そういったところもですね、ちょっとこう太めになっていて、すごくですね、バランスのいいデザインになっているので、まあ、本当に地味ではあるんですが、非常に使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。そして、この商品名にもある通り、型崩れしにくいというところで、洗濯した後もですね、結構この形がキープしやすいというところも、かなりですね、ありがたいポイントなのかなというふうに思っています。ただですね、ちょっとシワになり やりやすいところもあったりするんですがまあ、そういう場合はですねちょっと手でなじませてあげたりするとまたですねピシッとなったりするのでそのあたりはですねちょっと調整をしながら皆さんなりに着こなしていただければなというふうに思ってますで、これが金額がですね3000円くらいだったんですね めちゃくちゃコストパフォーマンスがいいかなと思います。まあ、このようなニットというと、セレクトショップなんかで買うと1万円弱ぐらいだとか、ものによっては1万5千円ぐらいしてくる中で、非常にですね、コストパフォーマンスがいい価格帯というところも見逃せないポイントなのかなというふうに思っています。まあ、特にですね、先ほどユニクロのニットを例に挙げましたが、結構ですね、ミラノリブニットなんかは非常に質感も良くて色合いもいいんですけども、まあ、サイズ感としては結構ベーシックなんですね。肩のラインも落ちていないんですが、 このあたりはですね、最初からちょっとこう今っぽいサイズ感になっていて、シルエットの面では割とトレンド感を取り入れているので、すごくですね、着ていてバランスがいい一枚かなと思います。あとはですね、なんといっても色合いが個人的にはめちゃくちゃ気に入ってたんですね。僕が着ているのはですね、このモカブラウンという色なんですが、非常にですね、この色にですね、僕は惚れてしまったわけですね。まあ、ブラウンとかベージュというのはまさに秋にですね、活躍するカラーで、少し濃 があって季節感というところが簡単に表現しやすいので個人的に大好きなんですがなかなかですね価格帯の安いものでこのようなモカブラウンというものいいものを見つけるのが難しいんですねこれはですねベストな色合いで割とですね明るさも担保できながらも重ね着にも活用できるのですごくいい色合いかなというふうに思っていますただですね無印良品これだけではなくてダークグレーもですねめちゃくちゃ色合いが良かったので 結構2択で迷ったんですが、先ほどご紹介したユニクロのニットがダークグレーめちゃくちゃいいんですね。最近ユニクロの中では僕はダークグレーを買うことがすごく多いので、今回の無印良品ではこのモカブラウンを選択しました。このようなカラーだとユニクロとは被らないので、新しいですね、色合いの開拓ができるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、秋口にですね、1枚できるのであれば、 このように、ブラック系のスラックスなんかと合わせて、引き締めてあげるとバランスがいいかなと思います。まあ僕が今履いてるのはちょっとワイドめのパンツではあるんですが、スマートアンクルパンツだとか、もしくはグローバルワークのアーバンスラックスとかで、ちょっと細身なシルエットで合わせてもらっても、上が少しゆったりで、ボトムスは細身というところで、バランスがいいかなというふうに思っています。まあ秋に着るのであれば、ちょっと今も暑いので、腕をたくし上げながらですね、 こんな形でラフな雰囲気で来てもらうのもすごくバランスがいいんじゃないかなと思います。まあ、腕元にですね、時計だとかバングルなんかを覗かせてあげるとちょっとしたアクセントにもなるかなというふうに思っています。あとはですね、もう少し寒くなってきたら 今度はこの上にアウターを着るかなと思うんですが、まあ、これからの季節はアウターというとやっぱり濃い色が多いかなと思うんですね。ブラックですとかネイビーですとかダークグレー。このあたりが多いかなと思うんですが、そういったものを羽織った時に中までブラックだとかダークグレーだと重たすぎるんですが、このようなモカブラウンとかベージュであればほんのり明るさを取り込めるのですごくバランスがいいかなと思うんですね。ちょっとですね、私物のコートがあるので、この上に羽織ってみたいと思います。 はい、ということで、上にですね、コートを羽織ってみました。 僕が今着てるのはですね、昨年ユニクロ U で購入をしましたフーデットコートというもので、少しですね、ロング丈のコートの中でもカジュアル感の漂うものなんですが、まあ、こういったものを上に1枚さらりと着てもですね、なかなかバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもお伝えしましたが、秋冬のアウターというのは結構重ための色が多いかなと思うんですね。ブラック、ネイビー、ダークグレー、このあたりが多いと思うんですが、まあ、そんな時にもですね、内側がちょっと明るい色だと、なかなか ですねバランスがいいかなと思うんですね。もちろん他には。 ホワイトだとか、オフホワイトだとか、ライトグレーみたいなものも明るくていいんですが、中でもこういったモカブラウンというのは、秋らしい配色でありながらも、適度に明るさを取り込めるので、なかなかですね、季節になっていて、バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、コートはですね、こういったちょっとこう、カジュアルなものを着ていますが、それ以外にも、通常のステンカラーコートだとか、あとは冬場になったら、チェスターコートだとか、そういったところのアイテムのインにも使えるので、ぜひ皆さんもですね、 一着持っってておくとと便利ななのかなという,ふうに思ってますまずは試着をしていただきたいんですけどもめちゃくちゃ軽いのでまずはそこにですね驚きがあるかなと思うので是非皆さんもトライをしていただければなと思っています。はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では 無重視良品で僕が買いました丸首のニットですね。こちらについて解説をさせていただきました。まあ、改めてですね、今回無重視良品の魅力というものをですね、実感したわけなんですが、まあ、僕たちにとって身近な価格帯で、なおかつですね、店舗数も多いので、比較的ですね、買い物がしやすいというところと、やはり無重視の商品も常にですね、進化をしていまして、今のトレンド感を程よく取り入れたものもですね、結構増えてきてるんじゃないのかなというふうに思っています。結構ですね、僕の動画の中で 中でも無地ラボについて解説をしてもらいたいというようなリクエストも多かったりするので、これからはですね、少しずつ無印良品のですね、アイテムを皆さんについて解説をしたいなと思ってますので、これからもぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの機能ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル